皆さんこんにちは、ウイスキー専門店の岡村天翔です。どうも。今日はですね、まあウイスキーの楽しみ方のコツ教えますということで、まあテイスティングですね。テイスティングのやり方です。ウイスキーを買う商品ページとかに、まあ色は 何色で、香りはどんなで、味わいはこうで、フィニッシュはこう、いわゆるテイスティングコメントっていうものが書いてあるじゃないですか。このウイスキーを飲んで、これは何味だって探せるようになった方が、よりウイスキーをね、楽しめると思うので、一本動画にしようかなと思って撮ってます。まあ一般的に、まあ、レモンとかね、ライムとか、まあ、オレンジとか塗られますけど、そういう香りとか味わいがどういうものかっていうものを具体的な商品名で探す。使うグラス自体はこのいわゆるストレートのグラス、まあこれグレンキアングラスって言うんですけど、こういうの、まあ、僕はこのグレンキアングラスが一番好きですね。一番素直に出るんで、香りとかがおしゃれなねグラスとかでも全然いいんですけど、一番香りが素直に出て、かつ段的にも買いやすいグレンキアンかなとは思います。まあ飲む順番としてはですね、まあ甘めなものから、ピートの強いものの順番の方が香りとかもね分かりやすいと思うので、まあそちらの順番がおすすめではあります。慣れてくるとね、なんかあんま関係なくなってきたりするんですけど、最初にですね見なきゃいけないのはですね、グラスについて、まあ色ですね。まあ、イエロー系なのか、ゴールド系なのか、琥珀系、アンバー、褐色系のもっとね、ドス赤い感じのものなのか、まあ、色を見るのは結構大事なんですよね。まあ、色を見ることによって、どの樽を使っているのかなんとなく想像できるんですよ。まあ、これだったら、まあ、淡いゴールド系なので、ああ、まあ、ちょっとバーボン樽系なのかなとか想像できます。逆に赤っぽいのだと、ああ、シェリー樽系なのかなとか、もうもっと赤いワイン系なのかなとか。グラスをこうやって回すと、まあ、グラスに、ウイスキーが、張り付いてゆっくりと落ちていくんですけど、この粘り気、粘性っていうんですね、これも見た方がいいですね。まあ、一般的にその粘性が高ければ高いほど、アルコール度数も高くなります。味香りの判断項目っていうのがいっぱいあるんですけれども、ざっくりまとめてきたので見ながらやります。ちょっと多いのでね、まあ大体10個ぐらいに分かりやすくまとめてきました。甘み、塩味、酸味、渋み、旨味、まあこの5つと、まああとアルコール感、まずこの香りのニュアンス、まあちょっと柑橘っぽいような香りがするじゃないですか。でこの柑橘感が飲んだ時に、その柑橘感がまた同じようにするのか、はたまたまた全く違う味わいになるのか、味わってその香り自体に変化があるのかっていう大事な、まあ、要素ですね。他にまあ舌触りだったり、まあ滑らかさですよね、柔らかい感じなのか、まあ軽やかなのか、どしっとしているのかとか、あとはそこからまあ後味、フィニッシュですね、最終的に全体の印象バランスっていうものを探していきます。これがまあ大まかな流れではありますね。これが何味だっていう表現をするのはやっぱりちょっと難しいと思うんですよね。香味の種類を大体10種類ぐらいにざっくり分けてきたので、まあ、それを参考にしながら、なのでこの動画を見ながらテイスティングの練習ですねをしていただけたらなと思います。多いのでちょっとすいません鑑定見ます。よくあるのとからいきます。まず最初シリアル系ですね。まあ言ってしまえばモルティってやつです。穀物っぽいような香りがするやつですね。まあ大麦なのか、それともライ麦なのかとか、コーン系なのかとかにもいろいろあります。バーボン系だとやっぱりコーンとかライとかが多くなってきますし、こっちだと大麦の味わいっていうのが強いですよね。で次がフェノール系ですね。これがピートです。ピート系の前スモーキーだったりピーティーな香りって全部大きく言ってしまえばフェノール化合物なんですよね。ラフロイグとかアドベックのスモーキーさは全部フェノール化合物なんですけど、まあ、いわゆるもうこれを全部フェノール系としてまとめます。で、まあ、こういうのはピートとかタール、消毒液、溶度、焚き火、まあ、あとアスファルト系ですよね。その辺とかの香りはいわゆるフェノール系というものになります。では次がエステル系ですね。まあこの辺とかは発酵段階ですね。ウイスキーを作る発酵っていう工程があるんですけど、そこの段階で多く発生するものになってます。それこそ柑橘系の果物、まあ、赤い果物、黒い果物、ブルーベリーとかそこら辺もそうですし、まあ、リンゴとかね、アプリコット、トロピカルフルーツ、あとドライフルーツとかもそうですね、エステル系の香りになります。それこそじゃあ同じリンゴだとしても、そのリンゴが熟しているリンゴなのか、フレッシュなリンゴなのかっていうのも大事な要素になってきます。で次アルデヒド系ですね。この辺はまあフローラルで、まあ、お花っぽい感じの香りになります。干し草とか白い花、まあ、あとジャスミンとかスミレですねもありそうですし、あとハーブ系、後味とかでねミントっぽいような出てくることは多いんですけれども、あとスパイスですね、まずシナモン、カルダモンみたいな、スパイシーって言ってもピート系のスパイシーさとかじゃなくて、いわゆるシナモンみたいな、そういうスパイス系の香り、あとまあ香油系、まあ、いわゆるオリーブオイルとかそういうものの香りっていうのを全部含めてアルデヒド系と言いますね。次まあ樽由来の甘いもの、まあ蜂蜜、バニラ、砂糖、キャンディー、ケーキ、紅茶、カスタードクリーム、この辺は樽由来の甘い香り、この辺とかは本当によく出てくると思います。
エステルアルデヒド、まあ、この樽の甘い感じのもの、この辺りは本当にスペイサイドのウイスキーだったりとかには本当にあの顕著に出てくる香りですので、この辺とかは結構重点的に探していくのはね大事だと思います。次ですね、フェインツ系っていうんですね、まあ、こっちはちょっと変わってて、まあ、タバコ、レザー、ワックス、あとミーティー系なものですね。ワックスとかだとそれこそエドラダワーとかね、ちょっとワクシーな感じのものがありますし、ミーティー系とかだと普通のお店だとねそんなに強くミーティー系を感じるものは多くないんですけど、例えばカリタとかのボトラーでたまに感じることはありますね。次ですね、サルファリーですね。これなんかたまに動画でも言いますけど、一般的に有名なのは暗いゲラキ、硫黄っぽい感じ、あと温泉卵とかマッチとかタイヤっぽいようなねものもありますね。それこそ今のマッカランとかちょっとねタイヤ感とかもあるんでちょっと探してみてください。次はワインダル系ですね、まあ、チョコレート、ナッツ、バルサミコ酢、ベリー系の、この辺はワインダル特有のものになってますね。まあ、さっきの樽由来の甘いもの、ああいうのはバーボンダル系の甘さではあるんですけど、こっちはまあワインダル系の甘みになってますね。特にチョコレート感というのは強く出てきます。それこそ色がすごく濃いと、あ、チョコレート感はあるのかなとか想像しながら飲んでみてください。次、オイリー系ですね。バター、マーガリン、アーモンドとかピーナッツとかちょっと被るんですけど、ワインダル系じゃなくてもそれこそナッティーなものとかはあります。口当たりのオイリーさっていうのもあれば、口当たりは軽いけどちょっとバターっぽいような香りがしなくもないぞみたいなのもあったりするんで、この辺はちょっとわずかな香りだったりとかしますね。そんなに顕著に出てくる香りではないです。次、最後ですね、酸味ですね、まあ、酢酸、ワイン、ビネガー、チーズ、ヨーグルト、この辺とかは結構出てくるものには出てきます。ブルックラディとかね結構出てくるものとか多いんですけれども、特にヨーグルト系の酸味とかは、まあ、ボトラーのブルックラディとかのノンビートのものとかですと結構ね出てきやすい香りです。これでまあ全部10個かな。この10個あのざっくりまとめたものは概要欄に貼っておくので、ぜひね概要欄見ながらちょっとこうこれは何系なのかなっていうのを探してみてください。別にここに書いたのは本当に一部です。書いてあるものから選ぶ必要もないんですよね。さっき紹介したのは本当に代表的にテイスティングコメントによく出てくる香りなので、本当まだまだいっぱいいろんなコメントっていうのが世の中にあるんで、ぜひねあの自分で探してみてください。あとあの海外のコメント読むと面白いですよ。日本人のテイスティングコメントって結構具体的なんですけど、外国のテイスティングコメントとかはすごい抽象的なものがとても多いんで、ナホニャホニャっていうブランドのレザー屋さんとか祖母の家のタンスみたいな、そんなニュアンスとかもね結構多いのが外国の方が多いですかね。ちなみになんですけど、豆知識としてウイスキーって 99% 以上は水とアルコールでできてます。で 1% もいかないぐらいにその香味成分が入ってるんですよね。ウイスキーがいい香りですごく甘みもあったりとかスモーキーさがあったりとか、これは全部この液体の中の 1% 未満いかないところから出てくる香りなので面白いですよね。あと加水をするっていうのも大事なんですけど、加水をしすぎると結局香りは立つんですけど味わいは劣っちゃったりとかするので、例えばカスクストレングスのウイスキーとかは度数が本当に高いのでそれこそ1対1とかで割って飲むのはいいと思うんですけれども、そもそも加水してある 40% 台のウイスキーとかに1対1で水とかを入れちゃったりとかすると、確かにね香りはすごい変化がして香りは花開くんですけど味わいそのものが薄まってしまうので、だからね結構いい塩梅の本当に 2,3 滴とかでお水を入れるので、好きなまあ自分の分量でまあ、あとは加水すればいいかなと思います。先ほどね説明した通り、まずはこう色を見て、で香りを、あ、そうだこれ言うの忘れてました。これ香りを嗅ぐときにいきなりこうやって嗅いちゃダメですよ。そうするとアルコール結構強いので鼻がバカになっちゃうんで、ゆっくりこうなんていうんですかね、直接鼻に当てないでこう少しパンとこう鼻に当てながらちょっとずつ鼻にグラスを近づけていって、鼻がアルコールに慣れたところでこう香りを嗅いでいく、これが一般的なやり方というか香りの嗅ぎ方ですね。またもう一個やるときとかはもちろんお水を飲んで口直しをするのも大事なんですけれども、ちょっと見た目があまり良くないかもしれないんですけど、今日鼻に香りが残ってるんで、なんか自分の服とかね袖とかの顔をちょっとこう嗅いでみてください。そうするとね鼻がリセットされるんで次のウイスキーに行きやすいです。ゆっくり香りを嗅いで、ね、一口飲んで、で口の中で転がして、で最後フィニッシュがどんな風になるのか、これを、まあ、先ほど言った、まあ、10種類の中からちょっと探してみてください。というわけでですね、まあ、ちょっとざっくりにはなってしまったんですけれども、これが、まあ、テイスティングの、やり方になります。
またどっかでなんかこう視聴者さんとかお店に呼んでテイスティングイベントとかやれたら面白いなとは思ってるんですけれども、どうしようかな、今度何かを本気でテイスティングレビューしてみる動画とかもありかもしれないですよね。というわけでしてね、まあ、本日の動画以上になります。この動画見ながらですね、ぜひあのテイスティングしてみてください。まあ、あの多少ね慣れは必要なんですけど、いきなりできる人なんかそんなにいないんで、だんだんやっていくうちにね、ポン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 香りの名前とか味の名前とか、ね、出てくるようになるんで、あのぜひねあの練習してみてください。さあ、そうするとね、どんどんウイスキーの世界が面白くなりますし、まあ、あと人にも勧めやすくなりますしね。ぜひですね、あのテイスティングっていうものをねやってみてください。一番奥が深いところかもしれないですよね。だからね、まあ、この動画、参考になったよって方がいましたら、ぜひぜひねチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。では本日の動画以上になります。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。